忙しい人が最短で動画を作る方法を教えてください。こんにちは、動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて、2日前にもこのテーマで動画をお伝えさせていただきましたけど、今回もですね、時短で作る動画っていうのはまだあるんでお伝えしたいなというふうに思います。それ何かって言いますと、撮影場所を決めるっていうことが大事です。この撮影場所っていうのは、そのもう本当にいろんなシチュエーションがあります。撮影できる場所がしっかりとあるところもあればないっていう人も中にはいるんですよね。そんな中でも毎回撮影する場所を一つだけ決めてくださいっていうふうに私はお伝えしております。なぜそうするかっていうと、撮影機材がもうそこでいつも固定することができるので、設営する時間がかからないんです。はい、これってめちゃめちゃ大きな要素なんですね。で、もう一つ言えるのが、撮影機材を選ぶことができます。もういい三脚買わないといけないとかね、いろいろなことをこういろんな情報入ってきますから、今後も撮影するかもしれないから3、4万のやつ買おうかなとか5万ぐらいの買おうかなと思うかもしれませんが、もう本当スマートフォンで撮影していくっていうんであれば、ライトスタンド、もう3000円から5000円ぐらいの値段でもうライトスタンドでも十分じゃないかっていうふうに私は思っています。ちなみにこれもライトスタンドで撮っております。はい、このようにですね、撮影場所を決めるっていうことが大事です。だんだん飽きてくるっていう人もいますが、もう飽きずにもう100本200本300本ぐらいはもう同じテイストで作っていくぞっていうぐらいの気概でやっていってください。はい、それではまた明日お会いしましょう。